キララファンタジア始まりますよ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。では何をやろうかな。いつもお疲れ様。頑張ってる姿見てると私も元気になるよ。超強敵クエストからやりましょう。全力でサポートするよ。勝ちに行きます。2回攻撃で2回チャンスあろうか。さあ行くか。私たちに妥協と敗北は許されないわ。フレーフレー、きっと大丈夫。お前ら一旦落ち着くか死ぬか選べ。想像中がありますね。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。ダメだ、死なせないぞ。デビュー。いった。焦らずに行きましょう。あまりダメージ与えられてない。落ち着け落ち着け。自身が回復するタイプなのか。よいしょ。でぃー、やば、強いな結構。そりゃ、盛り上がってきちゃった。前を使い10段になった。私がやらなきゃ。お父さんは足が速いから。アズニア投入すれば余裕だ。おいで。封じられしコラボコーヒーユニットよ。カロリーなんて言葉忘れなさい。パーティー変えた方がいいな。うるさい。一般的夫人に。あまり使えないですね、これ。コルクにチェンジ。お手並み拝見、どうだ。これダメージ当たらないや。あ、コルクタイプ合ってないですからね。いっそ気を引き締めなくては。立ち止まらず、諦めないで。お願い、間に合って。やあ、攻撃は最大の防御。私も体を張らないと。彼女に攻撃集めるといいかもしれない。今は我慢の時だね。健康一滴。そんな、頑張ってる、よく頑張ってる。立ち止まらず諦めないで。よいしょ。これで決める。さくるぞ。礼儀がなっていません。ちゃんと前で見るしましょうね。ふざけたらどうなるか分かっていますね。アフターヌーンティー。了解した。まずは最高を取り寄せ。必要なものは外車とリセット、茶葉とケーキスタンド、お菓子とステーキ準備、あとは提供するだけ。これはどうしたものか。これで2万7000ダイヤが落ちました。うまくいくといいんだけど。
守りもしっかりしなきゃ。それこれはあっと、攻撃された。みんなで走り抜けましょう。2700か、コルクの攻撃の方が強かったな。今はハーマンの時だね。痛い。コルク相性が合わないからかな。これ、助けに入ります。どうしましょう。責任重大です。ほら、今は我慢の時だね。誰も怪我させません。みんなで走り抜けましょう。走り抜けて、いつもこいつ走り抜けてるな。倒しました。皆さん、さすがです。強い。クレメイトコイル達成条件クリア。このメンバーなら絶対に勝てるよ。安定感抜群ですね。彼女使うんだったら、そうだよ、使おう。で、コロクの代わりに、あ、これオーバーしちゃうのか。だから星尾がいるんだ。星尾の風属性、この中にボーナスつくのは戻ってしまいますが、これそういうことか。通常効力をつけましょう。奮闘努力。負けない。フレーフレー、どうだ。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。ちょっと、まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。必殺の一撃、手加減しませんよ。焦らずに行きましょう。結構食らうな。外周一色。通常コルクお手並み拝見。必殺の一撃。うまくいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。
倒せない。これで決める。蹴りをつける。ひとえに風の前に塵に同じ。次も勝つ。強い助っ人コルク。強い。これでゼクリですね。このメンバーなら絶対に勝てるよ。少し頼み。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。まあ風属性はすごい強いってことはわかります。特にコルクは使いやすいですね。さっきアドボさあメモリアルクエストだったっけ。があったような気がするけど気のせいか。クラフトだったっけな。クイーンリストかクリエイトコビューか。これですね、報告稼働ということで。じゃあこれってカムが好きそうよね。皆様がちょっとだけやりますか。スローテイマーズ。ブキー！いや、おかしいだろ、この胸。お！あ！そうなの？しかし、にゃー！おお！ああ、プキー！プキー！ムキー！おお！そうよね。こうしない？おお！それなら。やったな！やったのか？お、かわいいな。これってガムが好きそうよね。12節。土属性かな。強制的に選択なんか。行きましょう。お手並み拝見。どうかな、聞いたかな。
の一撃。今は我慢の時だね。アシスタントの経験を生かします。喧嘩を一撃。やっぱりコルク使い勝手がいいからな。きっと大丈夫。誰も怪我させません。必殺の一撃。話にならないでしょ。みんなのおかげ。また花の家でみんなで勉強会やりたい。中三節。今度はハンターが難しいな。ディスクしちゃいますからね。でもそれでも行きます。私もついてっていいですか？武器！ダメなのですよ。シャッホー！ハイス！ウフ！やるっすよ！中ボスなんだ。逃げたい。それは逃げたくなるよね。聞いたかな？
悪いな、思いっきり行くぜ。これで勝てる？勝てちゃう？一気倒した方がいいかもしれない。どうかな、聞いたかな。痛いよ。シャタマ、ほら手貸すから頑張りな。これをこうして、ああして、こうだ。近づいたらぶつよ。無慈悲。ほら、手伝ってやるよ。守りもしっかりしなきゃ。準備オッケー。行くか。あそこだな。今の見つけたぞ。まあ、私にかかればこんなもんよ。下着のチェックはさすがの私でも恥ずかしいかな。これ最後にしましょう。ひくちたまて、今日はみんなでお出かけだね。やったらアーディス、ハイス、にゃあにゃあ、うふ、そんな、卑怯、ありえないっす。むごいです。むごいな。ガーン。あー、うー、アクア怒ったっす。嘘つけ、とっちめないとな。日立の木。あれ、これってこんな効力だっけ。きっと大丈夫。手加減しねえからな。いってー、よっと。やられる前にやっちゃえ。今は我慢の時だね。え、とどめさせない。何があるかわからないからな。ほら、手伝ってやるよ。残り一体だった。彼女は体力強いや。最初でやっちゃうけどね。さあ、行くか。さあ、万全の状態して挑みますが、そんなに強くないや。やるっきゃないよね。全然違う。ざっとこんなもんだな。一ノ瀬もこっちで楽しくやれてるみたいだな。ということで、スローテーバーズ続きを。すみません、助かりました。
最後にトレードショップ行きましょう。おはよう。要件はどれにする？結構いいかもね。交渉成立。限度があるんだこれ。交渉成立。なるほど、持てる量が結構限られるわけか。交渉成立。でも進化だからな。交渉成立。汎用性が高いですね。ポイントで攻撃で効果できるのも多いし、それも結構不足してるのか。キラーポイントっている。交渉成立。エタリウムのかけらがいるが、エタリウム自体効果できますね。交渉成立。効果汎用性が高い。効果メダルも重要ですね、強化のためには。今のおすすめ。交渉成立。スコアブックと交換した上でスコアブックが使える星結晶ステラ魔法で交渉成立になりましたね。超進化種があって全部使っちゃおう。魔法使いのクエストに交渉成立。ちょっと背が伸びた気がします。やれば何だってできるのよ、私は。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。今日も頑張りましょう。ということで今回はですね、
野球したいイベントの超強敵クエスト。クリエム。エイコは猫懐かせるの得意。スローテーバーズサッカークエスト、行っていきました。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。説明欄にこれまで遊んだ、記録ですね、プレイリストに URL 載せております。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。